さんこんにちは、プロレーサー&モータージャーナリストの丸山宏です。今日はですね、2010年ウィズミーカートレ第3戦ということで、ここ、板子サーキットに来ておりますが、今日の模様を見ながらですね、我々ウィズミーカートレ部隊がですね、どのようなトレーニングをしているか、実際にはカート大会といって耐久をやっているんですが、中身はですね、うちの4輪のメンバーのですね、といっても2輪の人も結構来てるんですが、ドラテク向上のためにやっておりますので、まあその模様をですね、見ていっていただければと思います。セブ&イタコスーパーカップシリーズの第3戦ドライバーズブリーフィングをスタートしていきたいと思います。前回ブラックサンダーホワイト家族という形で来たんですが、もう1チーム増えてですね、全部で24名のエントリーになったので、仕方がないからブラックサンダーホワイト家族そしてブルーハワイというもう1チームが結成されました。そんな形でブルーハワイチームはですね、ゆるいチーム、ホワイト家族とともにゆるいチームで、エンタメのそぎがブルーハワイで、エンタメの宇佐美がホワイト家族チームで、ブラックサンダーは精鋭部隊が行きたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。片岡です。なんか久しぶりの参加な気がしますが、いや、もうなんかそんな人です、ね。ずっとですね、今月忙しくて、2週間連続サーキットっていう中ですね、今日唯一の休みなんですが、まさかのカートっていう、どれだけ好きなんだって話なんですが、まあ、一日一緒に楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。もう一枚いきますよ。とりあえずみんなじゃあ右手を上げてみるとか。両手いきますよ、両手。両手両手。両手下げる。顔かかる前では行きましょう。3、2、頑張るぞ、イエーイ。 OK です。順番エラー、順番エラー、順番エラー、頭から乗っかっていきます。最初はグー、ジャンケンポン、最初はグー、ジャンケンポン。さあ、レッサーは続いて、最初はグー、ピーターパンチームになります。さあ、さっきのブルーハワイチームのベストラップというのが、車が並んだ順番に1番目から順に乗っかっていきます。でトップの速いマシンが1番目に帰ってくるとは限らないので、そこはあんまりマシン選びで、ね、エキサイトしないように、ただ順番通りに乗っていきましょうね。おーっと、いきなり来たか。ここトップに来たのはなんとここ来た。そしてこう来た。あ、負けた負けてる。そして安政くん、いや、そぎくん、この位置しょうがないよ。上は早すぎる、上は早すぎるよ。おで、金沢さん、ここでもね、でも上早いから仕方がない。お、で、ここにいますね。はい、で、こっち大丈夫です、大丈夫です、この調子でいってください。いや、びっくり。残り1周でーって、やりますので。さあ、グリーンフラッグ振られたらブルーハワイチームのスタート、なんと大穴でもありますよ。行った、行った。さあ、どんな形になるのか。さあ、3人形成された。安政くんが3番目にいるけど、ストレートやっぱり伸びるか。そしてそぎ4番手。さあ、ここからどうやって上に食い込んでくるか。安政頑張る。タイム差1位と思うので、高松さんと福島さんは本番ブルーロックを見るのか。ブルーロック早いね。ブルーハワイチームも早いぞこれ。おお、徳島選手を抜いて安政くん、おっと、徳島選手に当てられてる。さあ、安政くんトップを狙ってるぞ。体重の軽さを生かしてか、なんとかトップを狙って、さあ、どっかでインに滑り込むか。レース経験は安政くんも豊富なはず。おっと、ここでインに入った、インに入った、素晴らしい。安政トップに躍り出たら、先ほどの3番手スタートの安政選手、おっと、いきなりぶっちぎってきた、ぶっちぎってきた。おっと、そぎが抜いたか、そぎいった、そぎが、あっと、インを取られた。さあ、徳島君に追いついたぞ。なぜ徳島君が落ちてきた。おー、徳島君のマシン不調か。
全然ストレートが伸びなくなったぞ、徳島くんのマシン。佐藤選手、始まってる。さあ、おっと、なんと、さあ、2番手争い、そぎが徳島くんをまさかのまさかの追い込むか追い込むか。さあ、3位で終えるのか、そぎ。徳島くんが2番手か。さあ、2番手だった。マッチャーの選手っぽいです。はい、そして2番手15番マルちゃん、はい、2番手です。このチャレンジも3番手カイザーサプライ、はい、そして4番手タキー選手、はい、4番手です。そして5番手シンヤ選手、はい、そして5番手ごめんなさい、6番手アダチ選手、はい、7番手ヤッチャン、8番手ザラポーコー。さあ、ここからはピスタチオソギのアフレコナレーションでお送りしていきます。さあ、ブラックサンダーチーム各社一斉に飛び出しました、トップを行くのは総一郎選手か、いや丸山選手がじわじわと、アウトから1位を獲得、続いて総一郎選手、滝井選手、足立選手と続いていく形になりました。さあ、丸山選手がっぷりと1位を死守している。総一郎選手、アウトに振る、インに振る、さあ、インに飛び込むか、いや、丸山選手、がっちりとガード、若干2車種ほど差が開いた形になりました。さあ、まだ丸山選手、トップを死守している、総一郎選手、アウトから仕掛けるが、前に出た、さあ、ここで1位と2位が、入れ替わりました。しかし、丸山選手、引かない、イン側に飛び込む、ヘアピンでまた、1位に入り咲き。さあ、しかし総一郎選手後ろがぴったりとくっついている。さあ、これは行くばくもないぞ。さあ、仕掛ける激しいバトルになっている。さあ、また総一郎選手が仕掛けるが、ここは丸山選手がきっちりガード。さあ、最終コーナーを立ち上がって、今度はイン側に総一郎選手飛び込むが、丸山選手硬いですね。さあ、また第2コーナーで総一郎選手がイン側を指して、トップが入れ替わりました。さあ、ここからだんだんと1位と2位の差が広がっていっております。2位に丸山選手、3位に滝井選手と、富張選手、佐野選手、足立選手と続いている状況です。そしてやや相手、桜井選手、船橋選手と続いております。さあ、1位2位争いは若干決着がつき始めたか。総一郎選手がじわじわと間を広げていっております。さあ、レースも後半に至って、これでこの差は丸山選手ちょっと厳しいか。さあ、最終コーナーを立ち上がってチェッカーフラッグという形になりました。1位と6位の差がほとんどないのがブラックサンダーチームですからね。だいたい36秒、コンマ5秒の中に入ってるような感じを見ます。いや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 、遊ばれてましたよ。いいバトルでした。でもね、よかった。あんまり後ろに飲み込まれなくてもね、よかった。飲み込まれたら大変なことになっちゃったけど、スタート決まりましたね。スタート決まったね、次ホワイト家族で何大穴はここですか、もちろん、ね、大穴本命、大穴本命ここですか、大穴うさみ。ではスタートグリッドご紹介していきましょう。セブンイタコのスーパーカップ第3戦ボールスタート。ゼッケン12番ショートラ選手、はい、ショートラ君ガッツポーズは、はい、オッケー、はい、2番手スタートゼッケン10番ルードスケ選手、はい、3番手スタートキッ選手、4番手からマリ選手、5番手山本選手、6番手岡田選手、7番手うさぎさん、はい、そして8番手滝本選手、9番手武藤選手、はい、以上のメンバーです。はい、エンジンスタートです。
さあ続きまして、ホワイト家族チームのスプリントレースがスタートしました。スースーと前に出ていたのは黒いスーツの岸選手、それに続いて森選手、山本選手、その続きは岡田選手ですかね。さあ岸選手、森選手は若干アドバンテージを持って前を行く、そして後ろにこんな感じで続いていっております。さあ2位のバトル、デッドヒートしてまいりました。森選手を龍之介選手が、パスしようか、いやここはうまくいかない。さあ最終回って龍之介選手が2位をつく。さあここで前に出れるか。そして後ろに来ているのが、関西から来ているチームのちびっこでありますね、翔太郎くんになります。さあ龍之介選手は前を行く、そしてすごいスピードで突っ込んできたのが、翔太郎選手ですね。やっぱり体がちっちゃいからスピードが乗るのか。さあすごい勢いで龍之介選手に、追い迫っております。さあ前を行く岸選手、龍之介選手がヘアピンで仕掛ける。さあインから1位を奪った。さあ立ち上がりで龍之介選手が前を行く形になるが、翔太郎くんも翔太郎選手も岸選手にびっちりと迫っている状態だ。さあ最終コーナーを回って、依然1位は龍之介選手、岸選手も食い下がる。さあ2番に飛び込んできたのが翔太郎選手。さあここで2位と3位が入れ替わった。さあこの後どうやって龍之介選手はこの翔太郎選手を抑えるのか。さあもうイン側に飛び込んできた、すごいトップスピードが全然違うぞ。さあ奥のヘアピンを回って立ち上がりでこの車間、これはなかなか厳しいぞ。しかしインフィールドもあって龍之介選手インラーをつく、いやなかなか。さあ最終コーナーを回ってもう少しだもう少しだというところでチェッカー、1位を取ったのは翔太郎選手、続いて龍之介選手という形になりました。いやあのスピードすごいですね。あれはしょうがないよ、あれはしょうがない、ね、よく頑張った。何で龍之介君が勝ったら3兄弟全員優勝だったのに一人だけあれはしょうがないよあれはしょうがないんだらね、あれはしょうがないね。でも早いなみんなな、やっぱりね。じゃあんたら3人が早いよって。ねでもみんなもうまい。もうそろそろあれだよ、10キロぐらい積んであげるから子供だよね、ジュニアだからね。ほんと平塚子さんは誰平塚さんと平塚子、いい組み合ったと思う。まっすぐ体が笑ってますね、これおかしいんじゃないと。いいとこいいとこ、階段だったでしょ、階段とか無理だよ、階段も無理だよ、階段ね、そうだね、すごい変な感じします。 OK、 60秒 CM です。さあ今回のですね、ウィズミカートで見ていただけました。とにかくめっちゃすごいメンバーなんですよ。だけど実はこれも初心者がですね出られるレース、チキチキカートグランプリはですね超初心者が集まりながら、特技の背比べ的なこうレースをできるんですが、こちらはですね超初心者な人は超初心者のチームがあって、GT ドライバーも、フォーミュラードライバーもですねみんなが集まってやるレースにですねいかにそこにですね加わっていくかっていうですね、チキチキカートグランプリからまたさらにこうステップアップしたようなレースをですねやっております。こちらの方はですねかなりドラテクをですね本格的に鍛えていくことができますので、ぜひですね、ウィズミーカートレーセブンイカコスーパーカップの中でやってるんですが、最終戦が10月6日月曜日、これ平日なんですけどね。ただ今集まっております、ぜひですねチーム内スプリント7ラップぐらい、こちらをですねチーム待機は90分ぐらいが2回と、金額は16,000円、マックス24名のですねメンバーでやっておりますので、ぜひですね申し込みはウィズミーで検索するか丸山ひろしで検索していただければホームページに申し込み用紙エントリーが載っております。ぜひ皆さんふるってご応募ください。今お二人やってないから、あ、本当ちょっと待って、はいはい、大丈夫、はいはい、あ、はい、
9台で、一応念のため言っとくね。1269アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ、硬い、はい、じゃあ、あの1コーナー側から順番に1234って並んでって1番大丈夫、誰頑張れ次は最近うまいね、はい、ヒデト君は何個じゃん、あとね、もう6で選ぶか14は後ろから2番目、順位は14でいく、あ、はい、どうですか、こんな面々と走れるのは久々じゃないですか。久々です、10年ぶりに乗りましたからね。10年ぶりに乗って争う相手が GT ドライバー2人、ペトロナスチャレンジ1人、はい、なんか得した気分ですね。レッドブルーファイターズでのトップカーター1人、はい、その中に10年ぶりに混じって揉まれまくるという、うん、お得な今日1日ですね。さあ、セブイタコスーパーカップスーパースプリントというですね、お昼に、各クラスのですね、トップドライバーだけを、選出して、トップタイムのドライバーをね選出したんですが、どんな面々でこのスーパースプリント、はい、草レースなんですけど行われるか。いやもう顔ぶれ、草レースのレベル超えちゃってますよね。草レースのレベル超えてる、超えちゃってます。例えば、はい、あのトップのドライバーさん、トップの方はあの方は、うん、あれ京都から西の方から来られたんですね。西の方から来たんですね。っていうカートのチームがあって、ね、そちらの方で速い高校生か中学生 か、はい、とにかく体重が軽いので、そうですね、すごいパフォーマンスだと思います。 でうちの方の、はい、方からですね、トップドライバー総一郎君、ペトロナスチャレンジのこれ最近カートの中でイコールコンディションでレベルを高くしてこう走るっていうカテゴリーが流行ってるんですけど、はい、まあ、レッドブルかペトロナスチャレンジかって言われてるぐらいのレベルの高い非常にレースなんですけど、そこでこのレーススーツを着てるってことは早いんですよ。すごいよね、これがワンツーをね、はい、ー若いのがワンツー締めてる、はいはい、3番って誰かっていうと、はい、3番手誰かっていうと安岡選手、GT ドライバーですよ。言わずと知れた現役の GT ドライバー、なんでここにいるんですかっていうぐらいの、でも現役の GT ドライバーでも3番手、はい、3番手、すごいレベル高いです。面々の中に、はい、あれあそこはここはこの方はちょっとこの方も私が初対面なので、私の対面です。何者ですか。会社員です。会社員がここに入ってる、すごい会社員の横に、会社員の横にこの方は300で会社員です。片岡選手ですね。これ会社員と言いつつ、いろんな力を持ってる会社員なのか、でも現役の GT ドライバー、それもね、はい、トップドライバーですから、はい、1,2,3,4,5 番目、5番目にで、さあその次、ここ、はい、おー来た、ここはレッドブルカートファイトのファイナリスト、レッドブルカートファイトって名前なんて言いましたっけ。名前、川福健太と申します。ここも早い、早いです。この方はあの一番シミュレーターショップやってるんですけど、 VR1 っていうあのシリーズ戦を今やってまして、そこでランキングトップの、ランキングトップ、ランキングトップです。レッドブルチャレンジだって早いんでしょ。レッドブルカートファイトもあのファイナリストですね。うわ、はい、そんな面々が来てる中にですね、はい、うちのホワイト家族とブルーサンダーから、はい、高松さんとなんと後ろもいるというですね、こんな中に混じらされちゃって、すごい、なんかかわいそうみたいな感じですけど、まあそれでも楽しめればいいかなという感じですね。という面々で、このスーパースプリント、草レースのように見えて、はい、なんか各所からのすごいドライバーが、本当に入場料取れるぐらい、入場料取れるぐらい楽しみなレースですよね。なるほど、多分みんな入場料払ってると思いますけどね。逆ですね。いやいや、すごいすごいすごいですね。まあ、この中で走れたら楽しいですよね。はい、楽しいですよ、はい。さあ、ごちゃごちゃのロールでスタートで始まりました、スーパースプリントですね。先頭を飛び出したのは、関西から選手してきました岸本選手です。続きまして総一郎選手と、その次に、レッドブルチャレンジ、いや会社員の方ですかね、続いております。さあ 1,2,3 と、2番のヘアピンに飛び込んでいきました。さあここで総一郎選手が仕掛ける、さあサイドバイサイドの戦いとなっておりますが、さあ総一郎選手1位になりました、前に出ました。あーすごい混戦です。 GT ドライバーのお二人は今どこを走っているのでしょうか。1位2位と若干間を空けてこのような状態、富張選手も必死に食らいついております。さあトップ争いの展開は今田総一郎選手が前を行く、さあギリギリの展開で
さあだんだんと岸本選手が、様子を伺っていくと、さあイン側に入ってきた。さあここで1位と2位が入れ替わる形になりました。両者向こう側へと飛び込んでいきます。イラストレートで若干の間が空いたか。さあ総一郎選手ここで食らいついていけるのか。さあ最終コーナーで総一郎選手がイン側に仕掛ける。さあしかしここはちょっと伸びが足りないか。そして1コーナー回って2コーナーに2台とも飛び込んでいくが、さあバックストレートぴったりと後ろについている総一郎選手や岸本選手が手を挙げた。若干と車両がぶつかったような感じか。さあヘアピンを回ってインフィールド S 字を切り返していく。さあタイトな右を食べない。いやぶつかってしまった。さあ猛抗議です。岸本選手猛抗議です。ここで総一郎選手若干引いた形になります。さあ1位2位と、岸本選手総一郎選手と、このままの展開でいくのだろうかというところで、こちらは、3位4位争いですね。GT ドライバーの安岡秀人選手が戦っております。さあまたこちらもギリギリのバトルだ。戦っているのはレッドブルチャレンジの方ですね。さあバックスメートビッテンとくっついてアウトから安岡選手行きました。さあここで安岡選手3位に浮上。さあ S 字を切り返してというところで、実はそれ美味しいところを取り逃しておりました。総一郎選手が一旦前に出て、ここの最終のバトルギリギリのところで岸本選手がインを刺して1位になったという展開だったんですね。いやーなんで取らなかったのここをという感じでございました。スーパースプリント、いろんなのがね、いろんなのがじゃないね、 GT ドライバーからそれこそね自分のライバルみたいなのも出てるけど、どうですかこれ。いやレベルが高いですね。まずレベル高いよねこれね。なんかこれ一応草レースなんだけどね、はい、結構草レースの域を超えてる。もう全然超えてますね。全然超えてるんだ。集まる面々が面白いよね、はい、カートの人だけじゃなくて、やっぱ GT のね現役の選手も来るしね、はい、そういった意味ではレースをやってて面白い。面白いです。これは抜いたり抜かれたりがやっぱり多いんで、はい、というでもね、まあその中でもね常にね来ればトップをねこうやって死守していくような総一郎くんがブラックサンダーチームで頑張ってもらえればと思います、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次の耐久頑張ります。枠は変わらないので、はい、60秒 CM です。さあ今回紹介するのは、初心者初級者限定のですねお試しスポーツ走行ということで、9月の14日に筑波高専にて開催。これ毎回はやってるんですが、どんなスポーツ走行かというとですね、実は1人でしかコースに出ていかない、1周はただしできないんですが、1人でコース出てってぐるっと回って帰ってくるをですね、まあ、何回か繰り返すっていうので、初めてサーキット行くのにちょっと怖いなと思う人、特に僕はですね今スポーツ走行を楽しんでるあなたのお友達を連れてきたい時に、いやちょっとビビってるんだよねと思ったら1人で走れる、こんな走行があります。でなんと値段はですね15分の中で、まあ、何回か行くんですが、みんなと、連なっていくんですが、連なってじゃないか、一人一人行くんですが3000円ですよ。3000円でサーキットがちゃんと走る。3500円、3500円、この3000円って書いて3500円、若干上がったんですね。なんてことは9月14日に筑波高専で開催しておりますので、ぜひお友達お誘い上の合わせ、こちらのホームページを見ていただくと、詳細が出ております。ウィズミで検索するか丸山博士で検索してウィズミのホームページに、筑波高専のお試しスポーツ走行見てください。金額3500円で直っていると思います。ぜひふるって10名かな、先着10名でできると思います。まだ受け付けておりますのでぜひ皆さん、来てください。行きます。打倒ブルーハワイ行くぞ。おーじゃあ9番スタート。あーいいね、いいね、皆さん頑張るぞ。おーさあ午後は90分の耐久レース、これが2スキンとある形で、戦ってまいります。チーム対抗バトルですね。
ブラックサンダーチームは午前中のスプリントの結果を見てですね、速いドライバーさんをギュッと固めた超精鋭チームへと進化しております。一方のホワイト家族とブルーハワイ、こちらですね、均等なタイムになるように、ドライバーさんを振り分けるという形で、チーム内でみんな均等に耐久レースを楽しもうという形で、再配をしているという形ですね。さあ、こちらブラックサンダーの安政選手です。ガンガンと目を攻めていきますね。さあ、ワンスキンと目の、ブラックサンダー、ちょっとトラブルがあったりして思うような結果になりませんでした。ただツースキンと目は、うまい具合に、きちんと、ドライバーチェンジもサクッと決まって、順位を上げて、後半の方ではもう1位2位争いをしているという展開になってきたわけですね。そしてもしかしたら総合優勝も狙えるんじゃないかと、そのような、ところまで上り詰めてきておりました。ホワイト家族とブルーハワイは楽しく、まあ均等にライダーさんドライバーさんを振り分けてますね。うまい具合なレベルで、チーム内で戦っているというような感じでした。さあ、こちらが安岡選手です。後ろにいるのはブラックサンダーのタッキー選手、 GT ドライバーとがっぷりバトルしております。さあ、こちらの体験ではですね、こんな感じで、チーム一丸となって、ドライバーチームが新年チャレンジをして、90分戦いですね、行くというような形になります。こちら10秒ストップとなっておりますが、スムーズに、交代するには、チームの協力が必要という形になりますね。さあ、ツースキンと目終盤になりまして、ブラックサンダーチームは最終ドライバー丸山選手となりましたが、この時点で、前に行くチームを抜けばツースキンとで1位になる、もしかしたら、その他のチームの結果で総合優勝になるかもしれないというところまで、来ておりました。さあ、こちらがこのオンボード映像になります。さあ、前を抜く3台を、丸山選手ここになって攻めていっております。さあ、ここで少しでも順位を上げることが優勝への鍵ということで、はい、1人パスしました。さあ、残りここ確か3分ぐらいのところですね。さあ、ここを抜けるか。さあ、インドをついて最初を立ち上がって、さあ、ちょっと見えないが多分ポストからあと1周のサインが、そしてチームメイトの応援に答えるガッツポーズでチェック。よかった。いやー、でもなんだかんだ言って最後はね、あのバックサンダー優勝できてよかったですね。一発目はトラブルとか、ちょっと接触とかで、落ちちゃいましたけど、やっぱり最終的には、ね、きっちりと詰め切ってブラックサンダーが2ヒート目ちゃんと優勝と、よくできたね。わー、よかった。この面々強い。何やともあれ強い。最後の最後でしたけどね。なんかドラマ。ドラマドラマ。美味しい。メイクドラマ。でも大体俺が行った時はもう抜けそうだった。よかった。あれもなんか持ってきてるから。逃げなきゃ。めちゃ楽しかったです。めちゃ楽しかったです。めちゃ楽しかったです。次回も来てくれるかな？いいよ。はい、CM でー。